日本テレビとジャニーズ忖度の行方、平野耀らの番組起用に迫る。日本テレビ幹部が平野耀らの番組起用について明言を避ける。今年5月、ジャニーズ事務所を退所した元キングプリンスへの平野耀と神宮寺勇太の番組起用について、日本テレビ幹部が明言を避けたことが話題になっています。 7月にスタートしたキングプリンスへのニーカップ番組である、キントレについて、福田博之センは、期待を上回る好調なスタート。TV あれの再生数も初回から好調。長瀬廉さん、高橋海人さん、前からお手伝いいただいている劇団ひとりさん、山崎博成さんらゲストの皆さんが、かなり熱量高く頑張っていただいてます。と言い呼ぼしました。 しかし、平野と神宮寺について話が及ぶと、具体的な番組の出演については、各番組個別の判断になるので、今現在はここで報告できることはございません。と、明言を避けたのです。この発言により、テレビ局におけるジャニーズ事務所への、ジャニーズ忖度が未だに存在するのではないかという疑念が一部で広がっています。 ジャニーズと日本テレビの深い関係。日本テレビは、ジャニーズ事務所との関係が深いテレビ局の一つです。今年の24時間テレビでは、何わ男子がメインパーソナリティを務め、中京テレビではジャニーズ JR ちユニットの美少年がメインパーソナリティを務めました。また、関西ジャニーズ JR の A へグループが読売テレビ y t v スペシャルサポーターに4年連続で就任することも発表されました。最近はジャニーズ事務所創業者のジャニー北川氏による性加害問題が話題になり、テレビ局や広告業界ではジャニーズ忖度からの脱却が進んでいると言われています。特に NHK は公共放送として忖度はない。 とアピールし、元スマップへのメンバーや新しい地図の面々を積極的に起用しています。また、日本の地上波テレビ局では、ジャニー氏の性加害問題について特集を組んだりもしました。しかし、日本テレビは嵐の桜井翔が月曜キャスターを務める報道番組での性加害問題の取り上げ方に対して批判を受けており、ジャニーズ忖度が疑われていました。 そのため、今回の平野様と神宮寺ゆ太たの起用に関する幹部の発言にも疑念が向けられているようです。ジャニーズ事務所と戸部の動き。平野様と神宮寺ゆ太たがジャニーズ事務所を退除し、戸部に所属することが発表された後、彼らの番組起用に関して日本テレビの姿勢が注目されました。筋トレの前進番組であるキンプル。と後継ぎ番組。 筋トレをめぐる動きは日本テレビとジャニーズ事務所の関係性を示すものでした。昨年11月に平野ら3人のグループ脱退と退場が発表された後、一部スポーツ紙で、キンプルについて番組は長瀬と高橋の2人で継続されると報じられました。しかし、同月の定例会見で日本テレビは、今回のことは驚きました。 当番組についての詳細は未定と回答し、混乱が生じました。その後、4月期改編説明会で、現状において番組を終了する予定はないとして継続が明言されましたが、わずか1ヶ月後に、キンプルの終了が発表されました。また、後継ぎ番組。 筋トレのスタート時期も変更され、日本テレビはジャニーズ事務所からの要望に従って7月1日にスタートさせたと報道されています。これにより、日本テレビはジャニーズ事務所の都合に振り回されたようです。デイリー、慎重によればジャニーズ事務所は、筋トレのスタートを急いだ背後に平野と神宮寺が飛べに移籍する情報を事前に掴んでおり、 キングプリンスへのファンの流出を避けるためだとしています。このような事情があるため、ジャニーズ事務所と関係の深いテレビ局が飛べ所属タレントの扱いについて、忖度する可能性が考えられます。タレントたちの関係性。一方で、タレントたちは大人の事情や忖度とは無関係に変わらぬ関係性を続けているようです。 シクストーンズへのメンバーは、ラジオ番組で進行を示し、メンバー同士の誕生日祝いや食事会の様子を明かしています。また、嵐の二宮和也らが YouTube チャンネルでトベのパロディーを演じた際、滝沢氏は二宮との連絡を明かし、タレントたちが今でも連絡を取り合っていることを伝えました。一方で、 地上波のテレビ番組では、ジャニーズ事務所以外のボーイズグループが出演できない状況は変わらず続いています。しかし、FNS 歌謡祭りや音楽の日などの特別番組では異なる事務所のグループとのコラボレーションが行われ、業界全体での協力が示されています。 ジャニーズ事務所に関する排他的な文化が変化しつつあり、業界全体での忖度の一層が期待されています。今後、日本テレビを含む各テレビ局はどのような動きを見せるのでしょうか。情報が入り次第、お伝えしていきます。